ガンブレ情報局発売前夜祭が開始されるに対する反応集をお送りします。楽しそうな方々。G さんガンダムいるのか。小安さん言うなう。ごめん、にわかなんだけど沖あゆさんってガンダム作品のどの役で出てたっけ？とりあえずガンダムウィング。バルトフェルドとエレガント。ウィングのエレガントでおなじみとりあえずカッカシードのトラさんでおなじみバルトフェルド隊長。ありがとうバルトフェルド沖あゆさんだったんだウィングは見てなかったからわからなかった。ダブルオーダとブリングとデバイン。朱色の髪色のイノベイドだね。ブリングはガラッツ、デバインはエンプラスに乗ってた。後に戦闘タイプ量産イノベイドとしてガガにも乗ってる。リアル闘神名見慣れなくてビビる。好みの色合い何とは言わない。細かく塗れるんやなぁ。やっぱワクワクさんすげぇわ。ワクワクさんはほんとやばい。本郷くんのやつも十分すごいんだけどね。まあ高い物作ってて草。な、何これ。モビルアーマー？ドライセンユニコーンって前作いたっけ ?3 からいなかったっけ少なくともニューにはいた。ドライセンユニコーンは3からいるね。こんなんも作れるんだなぁ。これうまいことやれば、ウォルターガンダムみたいなキメラな機体も作れそうか？それはそう夏休み中に出して欲しかった。いろいろ角度の自由利くようになった分キメラ作りやすくなってるな。また兵士いる。木星満たないバケモン出てきた。知らぬいとか斜めに向かせてキャノンっぽくできるかな。胴体小さくして隠すことできるの便利だよね。全部星1のパーツだからぐだりそう不安。動くのかなこいつ。アドバンスオブゼータで位相コナミ感。極端にすればモビルアーマー作れるのは結構な発明だよね。ボールーではモビルアーマー作りで役立ちそう。モビルアーマーやんけ。ニューの時はゼイゴックっぽいの作るのが精一杯だったからな。今回スキル熟練度じゃなくてパーツ強化で解放ってことか？エッポトントルピード連射するゲテモのモビルスーツ作ってもいいのか。一応3でもやることはできる使い込まないとできないけど。まあ多金ピカにしてるー。逆さまバックパックかっこいいな。レッドラのバックパックは上下逆にしても違和感あんまないな。シルエットが逆三角形になって迫力増してるね。金メッキのアルミガンダム。アルミホイール、行きマースになっちゃった。起動テストとかは。まあ順当に強そうだし。声優さんの名前で呼ぶの草。順調やん。彼とブルック打つときちゃんと脇の下に構えてんな。チュートリアル的なやつなのだろうか。ミヒトとも鉄血は知らなんだか。自分が出演してない作品まで把握する方が珍しいから仕方ない。忙しい方々だし出てない作品だとどうしてもね。ハシュマルバトアラの悪夢が蘇る。ニューの悪夢も蘇るんだよな。ハシュマル。結構序盤にハシュマル出るのかなプルーマいない分ちょっと楽かもね。ニューの時はプルーマ大量召喚して突進させてきてたな。体力多くないか。おじちゃん。草。事故ってシューティングモードになって焦るの初心者あるある。ヤングももう60近いからな。あ。ドラムガンってどのモビルスーツのやつだ？多分リオー。自決リオーか。MG こんな序盤に落ちるんか。ジオラマやらせたら延々やってそうだぞ。自分のわかる話題が来て生き生きするおじさん。ラストシューティングの構図で延々盛り上がるおっさんたち。ガンダムフレーム系もカメラ愛のエフェクトいけるのか。確かヤングの言ってる通りビームエフェクトをつなげて作ってたはず。こういうエフェクトがあるんじゃなくてビームつなげて作ってんのか。スタッフがめっちゃ頑張ったやつ。秘宝誰もエアリアルを知らない。ダブルオーに飛行機エンディングみたいなこともいけそうね。後ろのトールギストラ仕様じゃん。バルトフェルドキカラーのギス2いいね。そっかバトアラのコマンドが小西さんか。こだわるタイプか。陸戦型ガンダムとザクが隣に置かれてるってどんな世界線の格納庫なんだろうか。頭なかったっぽいしザクが露覚されたとか。現場猫案件なもの作り始めたぞー。現場検証みたいな会話で草。デカ整備員で遊ぶな。マジで？名刺プレゼントいいな。未設定で草。ボーズマンやんその場にいるマンタロウとロビンマスクとケビンマスク。ミサイルの雨好き。ストーリーネタバレを。手動でネタバレを回避しようとする無駄な努力ほんと草。ネタバレ気にするならストーリーじゃなくクエストにした方が良かったんじゃねえかな。それはそうでもまあゲーム慣れてないから仕方ない。実際にこの段階で使えるパーツは何なんだろう。起動棒立て今回は展開オンオフ式になるかな。結構早いうちにジンとザクウォーリアが手に入りそうで嬉しいギラ動画と役とも同じステージで手に入るみたいだし物愛系の改造機は早めに俺気がはかどりそうねー。明日仕事だから一回寝るつもりだけど意外と長かったな番組あと1時間か。盛り上がりすぎて長くなってそう。まだ水曜の夜なんですわ。
この配信見るのにゲーム機使ってるから充電しないと。今回は以上になります。続いては、もうすぐ新作ガンブレ発売されるんですに対する反応集をお送りします。いやー楽しみだなー、ニューガンダムブレイカー。ニューの様々な新規要素を詰め込んだやつに殴る資格はねー。そんな古いものを一致酸素欠乏症に。今度のガンブレはヒロイン選べるらしいぞ。割とゲームシステム変わった感あるけど俺ガン作って暴れる分には変わんねえよな。要素だけ羅列すると名作みたいになるやつ。俺はお前がどんなにひどいゲームだったとしてもバーザムを実装したことを忘れてねえからな。思い出の中でじっとしててくれ、そしていけニューガンブレ、今は式思い出とともに。マーフォーがニューの再来ではないことを祈るよ、まだ可能性としては普通にあるしな。やめろー。キメラにならないってだけで最低限の保証はされてるから。あのゲームキメラにならなくても普通に底辺なんだ、必殺技の使用もゴミだし、ロックオン機能もゴミだし、近接コンボはないしで。俺ガンが全然かっこよく動いてくれないからゲームとして終わってるんだ。戦闘も玉入れだし。アクションに関しては3の進化版じゃなくてニューをちょっと良くしたようなクソアクションみたいな言われ方してたけど、どうなんだろうか。強化機能が製品版まで使えなかったからわからないアビリティでだいぶ変わる可能性もあるし。久々にニュープレイしてオープンネットワークテストで触った感と比較したけどレベチよ。オプションが仕様変更されてるのどうにかしてほしいな。何がダメだったんでしょうね。たとえどれだけシナリオがあれだったとしてもオープンネットワークテストの感触とちゃんとビルドできるのを加味したら入荷はさすがにありえない。作画？モデリングミスだけはなんとかしてくださいよ、細かい間違いが気になると夜も眠れなくなっちまう。お前じゃない。お前じゃないんだ。ちゃんと作ってたら割と名作になりそうな要素いっぱいあったんだよな。これいろんなところでボロクソ書かれてるけど、そんなヤバいの？ガンブレミプレイぜー。当時の KOTY で優勝者はバグだらけでまともにプレイできない製品未満って理由で優勝したけど、そいつを相手につまらないという理由だけで優勝を争ったやつだぞ。ガンブレの一番の売りってガンプラを組み合わせて自分だけの俺ガンを作ることだろ？このゲームはシステムの関係で1ステージの終わりには俺ガンが全く知らないキメラガンプラになってる、後登場人物が面白くない二次創作みたいなキャラ付け。パーツを敵から奪って作る仮ゲーなのに人のパーツを奪って楽しいの？とかシナリオで言ってくるゲームだぞ。上でいろいろ言われてる以外にもパーツ拾える数が致命的に少ないのも致命的すぎ。今までは1ステージで30個ぐらいは軽く拾えてたのが5個に限定された上に追加で拾いたかったらマップ端のボックス前で1分待機してねとかやってられるかと。無双ゲーでキャラ解放アイテムがたくさん落ちるのに持って帰れるのは5個だけと思ってくれればストレスがある程度伝わるかな。何度も言うが戦闘中に変えるアイデアは良かった、置いて適当なパーツとキメラにするじゃねえ、交換パーツ手持ちから指定させろ。実際お出しされたもの。俺たちの望みはリライズのこれ。こんなんもあったな。ツイッターでスレガオなんとなくだけど黒歴史扱いしてほしくないな、俺やってないけどみたいなこと抜かしてるやつがいて切れそうになった。ネタで言っていなかったら乳がんに関わらず正気を疑う発言だな、ネタでもつまらんけど。今回は以上になります。動画制作のモチベーションになりますので、動画が面白かったと思う人は高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。